こんにちは。星様をね、前回作ったんですけれど、今回もこの星のね、作り方を紹介したいと思います。なんかね、ちっちゃくてコンペイトみたいで可愛いですよね。はい、こちらの作り方をね、紹介します。これは折り紙をこれが半分ですね。折り紙を半分に切りました。それをもう半分に切って、もう半分に切る。このね、細長いこの分を2枚作りますね。それをここで次につなぎ合わせています。ね、少しボンドをつけて貼っています。で、こういう、長いものを作ります。15センチの倍だから30センチ弱ですね。ここちょっと貼り合わせています。こういうものを作ります。これを、結ぶんですけれど、こういう風に軽くね、結びます。もう一つ結ぶと、これがね、五角形になるんですよね。こういう感じで結びますね。で、こちらの部分を、下のこの線に合わせて折って、この中へ入れ込んでおきます。はい、こんな感じですね。そしてこの長い方ですね、長い方をこの五角形の形に沿うようにくるくる巻いていきますね。こういう風にしていきます。あんまりね、キュッと型をつけない方がいいと思います。次のね、作業がしにくいので、はい、そしてこれで最後終わったので、終わりをこの中へまた入れておきますね。これがもし出てきそうでしたら、少しボンドをつけて、短いようでしたらね、ここつけて、こういう感じで固定させててもいいと思います。はい、そして五角形になった部分のこの角の分を両方からこうつまむような感じにします。ぎゅーっとつまんでいきます。はい、それぞれの角をぎゅーっとつまんであげます。ここですね、ぎゅっと真ん中を膨らませるような感じですね。こういう風につまみます。こういう感じですね。こんな感じになったら、もうこれで出来上がりです。簡単ですよね。はい、出来上がり。いろんな色をね、作っても、いいと思いますし、こうつなげてもね、可愛いと思いますね。つないでいっても可愛いと思いますし、もっと小さいのを作っても可愛いと思います。この折り紙ね、今のがこの幅ですね。これのさらに小さい幅、細いものですね。このサイズでしたら、もっと小さいのができますので、可愛いと思いますので、作ってみてください。はい、今日はね、お星様の作り方第2弾でした。はい、作ってみてください。ありがとうございました。